わからないの？呪い殺されるわよ、絶対。その時はあなたの出番だと思いますけど。え？護衛。相手は人外のものなのよ。戦えって言われたって。来た。戦わないんですか？バールの手引き書にお化けとの戦い方は載ってないって。ボーラーです。同じだ。違います。お化けはお化け、ボーラーはボーラー。そんな、確かにここから出たはずなのに。これは一体。うわあ、危ねえ。ファイス、逃げよう。もうたくさん、さ、今のうちに。待って。水、儀式、少女、涙、デミルキ、神殿から放射状に伸びている回廊。水、水、うん、早く、あいつらが来る前に。待って、ファイス。あの子、泣いてましたよね。だから何よ。人を殺そうとする亡霊が涙なんか流すと思いますか？そういうのがいたっておかしくないわよ。違うわ。何かを知らせようとしているんです、きっと。何かって、わかりそうなの？それはまだ。でも、鍵はこの壁画にあると思うんです。それと、アシュルク文書の記述を照らし合わせれば何か。涙の意味も。急いでね。命をかけるほどのお金もらってないんだから。はい。ここの壁画、一見ただの絵のようだけど、実は絵文字なんです。これが文字？ええ、これを読み解いていけば必ず何か。うん。我ら聖なる水をあがめ、大いなる相馬の意向によりって暮らす者なり。我ら地の神をも天の神と共にあがめ、これを立て祭らん。去りながら、去りながら、かの年、かの年。どうしたの？ダメだ、壁の侵食がひどくてこの部分は読めない。次へ。によりて、核のごとき様に愛なり、人々嘆き悲しみ、死んだ万象天地、ことごとくその幕を閉じんとす。これは、この世のすべてが終わる。アシュルク文書には記されてない部分です。この世の終わりって、まさか。これではっきりしたわ。これまで考古学上の謎とされていたんです。この遺跡に関する文献は途中で終わっていて、この遺跡を作った文明がその後どうなったのか誰にもわからなかった。何かの理由で絶滅したんですね。絶滅？あの子、だから泣いてたの？でも、どうして。水、水、
何なの、さっきから水水って。水に関する記述がとっても多いんです。でもそれぞれのつながりがわからなくって。ん？ライ見て、絵文字から水が。これは？中央の文字は相馬、そしてそれを囲んで祈願する人々の絵。信仰？レミル家においてその顕著なる文明仕様は相馬信仰と、それを体現する水没様式。水没？そうか、水か。どこへ？もう一度確認したいんです。確認って。バイス付き合うよ。何よ、ここは滑ってきたところじゃない。階段がない。当たり前じゃない、だから滑れたんでしょ。他もチェックしないと。ねえ、暗闇で一人にしないでくれる。やっぱりここには一つも階段がないわ。だから何なの。この遺跡は人が住むために作られたんじゃないってことです。ここは儀式のためだけに建造された遺跡。儀式？ここは何らかの理由で水中に沈められた遺跡なんです。おそらくは儀式のために。だから階段を作る必要がなかった。昔の人って無駄なことしたのね。無駄でしょうか。何らかの理由で彼らはそうせざるを得なかった。この浸食した部分にその理由が書いてあるはずなんだけど。叫ばないでください。彼らが逃げてしまうから。何か私たちに何が言いたいの。ここに一度枯渇したことがあったんだわ。え？人々は日ごとに枯渇していく相馬を何とかしようとこの遺跡を作った。そしてこれを水の底に沈め神に捧げることで相馬の枯渇を防ごうとした。間に合わなかったのね。沈めるべき遺跡が完成したのに、その時にはもう相馬も川も湖も枯れ果てて。それを。沈めてほしいって言ってたよね。